おバンでした。は、2003年3月31日から2006年3月31日までの3年間に、わたり、テレビ北海道で生放送されていた平日夕方の情報番組。2016年現在、同局の自社制作による30分前後の生情報番組としては、唯一の帯番組である。TVH としては2001年12月に終了した。 朝丸北海道以来1年3ヶ月ぶりとなる自社制作の生情報番組。番組名にスタジオを略したスタが入っているが番組開始と同時期にオープンしたエキスタからは放送されておらず関連性もない。番組開始時に出演者たちが視聴者に向けて行う挨拶はお番でスタですです。毎週金曜には美穂のお天気なんでかな というコーナーを展開。このコーナーでは、日本気象協会所属の担当キャスター小沼さんほが、視聴者から寄せられる、気象予報に関しての素朴な疑問に答えていた。2006年4月期の番組改編で、テレビ東京経由型のアニメ放送枠が、それまで18時だったのが17時30分と30分、繰り上がり、また16時台に放送しているテレビ、東京製作のワイド番組、 レディース4も放送時間の短縮が行われなかったため、2006年3月31日をもって、その3年間の放送に幕を閉じた。情報番組路線はその後、は、ピラピ、遊びな DJ、ルー、ローカル、スイッチイン、と、番組名及び放送枠を変えながら継続し、ストレートニュース枠は、現在17時13分17時25分枠にて放送されている。 TVH 同心ニュースに番組名を戻されて引き継いでいる。いずれも TVH のアナウンサー、斉藤、佐々木は当時、ありがとうございます。